さんこんにちは、カイマリクです、今日はですね、グランピングに行くんですけど、よかった、雨降らなくて、もうそれが本当に心配で、昨日の夜まで予報は雨だったんですよ。そしたらまあ曇りで済みました。なので今日はね、一日グランピングを楽しみたいと思うんですが、なんと今日のスペシャルゲストをお迎えしております。じゃーん、トイプードルのルーです。私と一晩お泊まりということで、一緒に楽しみましょうね。ペロ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 。このテントの中は、セミダブルのベッドが2つ入っているので、本当にかなり広い感じになっています。で、冷蔵庫もあるし、犬のゲージもあるし、冷房暖房もあるし、もう全て快適に過ごすために全部揃っています。片仏みたいな見た目。確かに。やったかー。かわいい。後ろ行けないんだね。そう、後ろ行けないの。前に重心がさ、かかっちゃってて、あんま揺れないっていう。このフォレストエリア内はちゃんとワンちゃんが走り回ってもいいように柵がちゃんとあるので、グーちゃんも野放しにしています。で、今回はキャンプ用のグーちゃんの椅子があるので、グーちゃんはそこでのんびりとくつろいでいます。焚き火そこで、今日雨が降らなければ、降らないといい。そしてグランピング施設の外にはもう本当にすぐ稲毛海岸があるので、少し散歩にやってきました。で、ちょっとね、あいにくの曇りだから空は白い感じになっているんだけど、普段だったら本当に綺麗な夕日が見れるそうで、次回はそれを見に行きたいぐらいです。散歩に行ってきました。今敷地内です。もう最高に気持ちいい。今日は平日なので、私たち以外誰もいなくて、もう本当に快適です。もう本当にね、日々のストレスを癒してくれます。もうぐーちゃんも癒してくれるし、もう友達と来るのも最高だし、恋人と来るのも最高だし、家族と来るのも最高だと思います。はい、千葉県産のブランド鶏とお野菜です。自分みたいなこと買ってる。ぐーちゃん、お野菜食べれるかな。ぐーちゃん、お野菜食べれるかな。よし、
いい感じだね。先に前菜で、あれタープどうします？ね。お食事用のトングがこちらになります。ここに引っかかっているのは炭火なので、お気をつけください。はい、こちらはソーセージと、あとカマンベールチーズです。おいしい。いいよ。ちょっと強いね、マミさんから。おいしそう。イエーイ。いいよ。はい、乾杯。スタッフの皆さんも飲んでください。お疲れ様でした。雨がすごい。でもちゃんとタープがあれたら全然雨の日でもこうやって外でねバーベキューできるし、これもいいね。ちょっとまだ焼く。質問を受け付けてます。今日一緒に来ているワンちゃんに膝の匂いをずっと嗅がれるんですけど、なんだかわからないんです。なるほどですね。それはもう決まってるですよ。決まってるですよ、まず。今日そんなの当たり前のことなんです。はいはい、選ばれしものです。おあなたは何に選ばれてるんですか、ね、いやそりゃ膝の神。膝神。膝神。しながら撮ってる。してってる。ちゃんと見えてる。みんなにバラしちゃった。またしてるんだけど、あくび。うん。グーにね、起こされたもんね。4時起きです。4時起きよ。
めっちゃ楽しかった。グランピング、スモールプラネットの皆さん、ありがとうございました。もう本当に雨も降ったんですけど、逆にそれが良かったかななんて思う感じで、天気にも恵まれました。今日も楽しかったかい？楽しかったな。楽しかったって言っておりますということで、今日も動画見てくれてありがとうございました。またねー。